ベルシャザルと壁の文字。レンブラントがベルシャザル HWV61 はゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1744年に作曲して翌年上演されたオラトリオ。同時期に作曲されたヘラクレスが世俗的内容を持つのに対し本作は聖書のダニエル書を題材にしている。劇的な内容を持つオラトリオ中の傑作であるが、 初演時にはほとんど注目されなかった。台本はサウルやメサイアでも知られるチャールズ・ジェネンズによるが、台本の作成が遅れたためにヘンデルは最速の手紙を書いている。最終第3幕の台本を10月初めにようやく受け取ったが、長すぎることにヘンデルは文句を言っている。しかしジェネンズは台本に自信を持っており、実際の上演で省略された部分もリブレットには、 載せるべきだと主張した。演技を伴わない形態で上演されたにもかかわらず、台本にも楽譜にもとがきがつけられていた。物語の中心は、ダニエル書の5章に見られるベルシャザルの共演と壁に書かれた文字の話だが、聖書の記述は簡略に過ぎ、ジェネンズは、ヘロドトス、歴史や、クセノポン、キュロスの教育を、利用、再構成している。 例えば登場人物のうちにトクリスはヘロドトスに、ゴブリアスはクセヌポンに基づく。ヘンデルはヘラクレスを書き終えた後、まだ第3幕が届かない8月23日に作曲を始め10月半ばに完成した。音楽は大規模な合唱曲の使用を特徴とする。この年、ライバルのヘイマーケット国王劇場でのオペラが開催されなかったため、ヘンデルはこの機会を利用して、 国王劇場を借りて1744年11月から24回にわたる予約演奏会を計画した。しかしライバルであるオペラ派による妨害活動が展開されたこともあり、予約演奏会は失敗し、16回までで中断せざるを得なかった。ベルシャザルは1745年3月27日に初演され、シーズン中に3回公演された。 ヘンデルの生前には1751年に2回、1758年に1回、再演された。初演では、ジョン・ビアードが、ベルシャザル、エリザベト・デュ・パルクが、ニトクリス、ロビンソン・ジョーがキュロス、シバー夫人が、ダニエル、ラインホールドが、コブリアスを歌う予定になっていた。しかし、シバー夫人の病気のために、土壇場で配役が変更されてキュロスにラインホールド、ダニエルに、 ロビンソン城を当て、コブリアスはビアードが兼ねることになった。このためにヘンデルは多くの曲に変更を加えることを余儀なくされた。ニトクリスは地上の帝国の聖水の儚さについて考えている。バビロンの行く末を暗示るニトクリスは預言者ダニエルを頼る。ダニエルは美徳を積んで、あとは神に任せるほかないと答える。ペルシア人とメディア人の合唱がキュロス王子を称える。 ゴブリアスは、暴君、ベルシャザルに息子を殺され、復讐のためにキュロスの元についている。キュロスは、夢のお告げに従って、バビロンを流れるユーフラテス川の流れを変え、さらにバビロンで行われている、施釈の共演を利用して、町を征服する計画を立てる。ダニエルは、イザヤ書及び、エレミヤ書を引用し、補修の終わりの時が近いことを知る。ハレルヤ付きの合唱が続く。 バビロンの宮殿ではベルシャザルが共演の準備をする。ユダヤ人たちを憎むベルシャザルはエルサレム神殿から奪った細具を共演に使用する。ニトクリスは止めるがベルシャザルは母親を罵倒する。ユダヤ人の合唱は神の怒りの高まりについて歌う。キュロスはバビロンを守るユーフラテス側の水を冷やがらせる。ペルシア人、メディア人は 共演のために無防備となった街へ侵入する。一方、バビロニア人たちは、宴会場でブレイコーを楽しんでいる。ベルシャザルが、ユダヤ人を侮辱しつつ酒を飲もうとすると、壁に手が現れる。ベルシャザルは杯を取り落とし、震えが止まらなくなる。現れた手は壁に謎の文字を書き、消える。ベルシャザルは賢者たちを呼んで文字を解釈させるが、読むことができない。 ニトクリスはダニエルをベルシャザルに紹介する。ダニエルはベルシャザルの悪行を非難した後、文字をメネメネテケルーパルシンと読み、神がベルシャザルを多いから追い、バビロニアの王国を裂いて、メディア人とペルシア人に与えるという意味だと解釈する。ニトクリスは嘆く。キュロスはすでにバビロンの町に侵入し、ゴブリアスの先導で王宮に向かう。キュロスは自分の目的は、 暴君ベルシャザル一人であると言い,い、バビロンの民の安全を保障する。キュロスを賛美するトランペット入りの合唱で幕を閉じる。共演から退席したニトクリスは、まだ息子が悔い改める希望を持つが、ダニエルは否定的である。アリオクと死者が現れ、ベルシャザルが結局反省せずに主演を続けたが、そこへ第四教と共にキュロスの軍が王宮に侵入したことを告げる。 ユダヤ人たちの合唱が偽りの神々の滅亡を祝う。ベルシャザルのアリアに続き、華やかな行進曲によって、戦闘とキュロスの勝利が表される。キュロスはゴブリアスにニトクリストダニエルを探させる。キュロスはニトクリスの幸福を受け入れる。キュロスは唯一の神を信仰すること、ユダヤ人の解放及びエルサレム神殿の再建を約束する。 ダニエルとニトクリスは神を賛美し、華やかなアーメンで曲を終える。ありがとうございます。